旧古川庭園は東京都北区西毛原にある都立庭園である。1919年、大正8年に古川財閥の古川虎之助男爵の邸宅として現在の形洋館、西洋庭園、日本庭園に整えられた。現在は国有財産であり、東京都が借り受けて一般公開している。国の名勝に指定されている。東京のバラの名所として親しまれている。洋館南側には洋風庭園がある。全体的には斜面に石の手すり、石段、水盤などが配され、バラ園のテラスが階段状に連なっており、立体的なイタリア式庭園となっているが、テラス内部は平面的で幾何学的に構成されるフランス式庭園の技法が合わせて用いられている。バラのテラス庭園は1段目の花壇は正しく左右対称型であるが、2段目から中央の階段を挟んで左右に方形の植え込みとなっている花壇東側の方形北東部が斜面突出部によって欠けている。これはコンドルが敷地下部の日本庭園との調和を図るため意図的にバラ園の対称型を崩したものと推測されている。現在バラ園には約100種199株のバラが植えられている。3段目のテラスは非成形的なツツジ園となっており、手前の西洋庭園と奥の日本庭園との連続性を持たせる仕組みになっている。コンドルは単なる西洋建築の技術者ではなく、日本の山水庭園ランドスケープガーデニングインジャパンという著作もあるほど日本庭園に対する造形を持っていたので、日本庭園との調和を計算に入れて建築築堤を苦心した。